ウィースどうもキヨでーす。青鬼を12倍速でやります。はい、バカです。待って、セーブセーブ、ちょっと待って、セーブセーブに合わせるのも一苦労ってさ、おかしくない？はえなー、多分なんか隠語なんだろうね。他の皆さんはって言ってる隠語なんだろうね。何かを言ってるんだろうね。はい、こいつ使えないなと。できるところまで、部屋から出せー。まだ入れるはずだ。鍵使う。え、ねえ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 、本当にいた今。まず一旦逃げない、一旦逃げないで、どれぐらいスピードで来るかを、これはね、毎年恒例、これ一旦逃げないでどれぐらいのスピードかを一回学びます。あ、これは無理だ、本当に無理だと思った。ただね、ここで奇跡を起こすのが器用なんですよ。さあ、超高速青鬼の始まりで、うらららららら、逃げれるね。これ逃げれるよ。なぜかというと、このバージョン 5.2 にはね、図書室をぐる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 回れんのよ。で、回って時間を稼いで図書室を出ると、あいつは追ってこなくなると。さあ、勝てる。俺の心に余裕があるぞ。12倍速なのに、余裕がある。ああ、ない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 。キャー！これ多分2周回れば逃げれんな。見てろよ、お前ら。3度目だ。3度目でクリアしてやるよ。1周 !2 周今のは忘れろ。こっちの方がもっと忘れて、壁にぶつかる前に、マン、一応部屋から出る練習も一回しといていい？二周回ったはいいものの、部屋から出れないってなったら元も子もないじゃん。一回練習しとくれ。ここは簡単に出れる気がするんだよ。あ、出れないわ。分かってる、壁にぶつかっちゃうのよね。だから気持ち早めに下に行く。あー、同じ、もっと早くていいな。もっともっともっと早く降りろ。あ、早すぎるねそれ。部屋からは出れたから、あとはここで二周した後に今のができるかってところよ。さあ、ここが俺のゲームのうまさの見せどころって、やっつしゃべっつぶってらっつっとっぱっつっとっぱ。あのさ、今この場所で死んだじゃん。それ理由があってね、青鬼をちょっとだけ引きつけなきゃいけないのよ。俺が早すぎる移動するとショートカットしてくるから、少し引きつけて逃げなきゃいけないんだよね。これぐらいだとショート、きた！いやー、慣れって怖いな。できる気しかしないもん今。無理だ。きっとたくさんの人がこの動画を見てくれてると思うんだ。いろんな人たちが応援してくれる。その人たちの思いを胸に、決着の時だ。さあ、かかってこい。俺はお前から逃げ切る。逃げ切ろう。うわあ！やっぱさ、みんなに見られてるっていうのは間違いなく力になってるんだな。みんなのおかげでここはクリアできそうだな、簡単に。あと一周して、さあ行け。うわあ！緊張するから、お前ら見るな。なんかまだ絶望的なゾーンじゃないもんね、まったく。二周来るよ来るよ、あ、二周まではできてるわけだもんね。一周、大丈夫大丈夫。このま、なんか俺下手になってない？二周もできなくなってさ、一周もできなくなって。なんだったら今この下の椅子にぶつかってなかった？俺下手になってない？いや、この下手になった直後のプレイが大事なの。うわ、下噛んだ、痛い痛い。でもこの下噛んだ状態でいけるわけないでしょ。身体的ダメージまで来たじゃん。もうボロボロ、傷だらけのキヨがここから脱出するとき何が起こると思う？知らない。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、ツッツクチッチクツッツクチッチクツッツクチッチクツッツッチツッツクチッチ。で、ここ意味ない、行かなくていい。青鬼が来たらもうね、おしまい。あー、わかる？もう12倍速になったら、青鬼に出会ったイコール負けだと思った方がいいのよ。逃げ切れるわけがない。やべえ、青鬼が出てこないっていうだけで楽しい。あー、セーブしてなかった。これ上行ったら来るから、こうぐるっと回って、こういうことをすることによって、そうです、これで、出なくなるんですよ。来るよ。あ、待って、ここでセーブしといて、ここでセーブしたら来ないんだ。多分今来るでしょ。で、この後よ、ここで来なくなる。来るね。いや、3回目か？ずっと来る。いや、4回目だったら来ないんじゃないか？来ない！パス！これは写真を撮ります。これは写真を撮りますよ。連写だ。こんなに絶対いらない！手に入れるから写真撮る意味がねえ。うわー！地獄のゾーン来たじゃん！これ、ここね。あ、待って。あ、違うじゃん！ねえ、違うよ。青鬼知ってる人ならわかると思うんだけど、ピアノの汚れを取ったら来るじゃん。お前ちょっと間違ってるよ。鍵盤にペンキがこびりついてる。あ、無理。
何が起こったか分かんなかった。これ刹那ってやつかな。いやここ絶対無理でしょ、絶対無理でしょ。待って、押せない、キー押してたのに、早すぎて逃げ切れない。下押しっぱ、下押しっぱ。いやでも1マス右っていうのが無理だから。うわあ、これは覚えてる。右から来るよ、右から来るんだよ。左は来ないの、左からだったね。右がセーフか、来るんだね。ここって横通れるっけ。あ、横通れないんだね。これこれ、あ、うん、録画を今止めようか迷ってるね。ピアノか畳、どっちかからは逃げたいよね。だからちょっと待って、1マスずつセーブしてっていい？1マスずつセーブしていきます。はい、次来るよな。あ、まだ来ない。はぁ、何をやってんだ俺。次の1マスも大丈夫だったよね。2マス歩いた。ここはあんま良くないかもね。2マス進んじゃうから、ここら辺がいいのか。結局ここら辺で上にフェイントかけて、うわ分かった、いける、あとは逃げるだけだ。で俺は左に行きすぎる傾向があるから、ここだな、ここでセーブしよう。傾向と対策、傾向と対策、け、ん、だったおいおいおい、なんだ、ビビったか。うえー、もう俺わかんねえわ、青鬼のこと全然わかんねえよ。出てきたり出てこなかったりさ、何言わなくても察してよみたいな感じなの。めんどくせえ彼女かよお前、来んのかよ。早い早い、うわ今惜しかったね。この感じでどんどんやってきます。僕は止まらない、止まらない止まらない止まらない、僕はまだまだやり続ける。うわー、階段さえ登れればな。待って、あ、来ない。でもこっちから来るから出るじゃん。いや、ここ出た後よ。いや難しいな。出た後にこう、いやこう、いや階段にこうか。うわむずっ。でこの後もこう、うわえー、青鬼がムカつくよ、ムカつくよ。うわー、失踪します。皆さんこれからもよろしくお願い。